粘液まみれの怪物が変異した。新たな能力を備えているはずだ。なぜ変異が終わるのを待ってるんだ。さっさと殺せ。おい、お前たちは天才だろ。あれを倒す方法はないのか。どうした、対戦が勝負したのか。なかっただろう。当然だ。さっさと逃げるがいい。水を差すつもりはないが、奴の撤退は一時的なものだろう。当たり前だ、ストラウス。まだ終わりじゃない。
撃の基礎は体の中心を狙うことだ。俺は脳みそを吹っ飛ばした。奴は死なない。人間の生きる意志は非常に強い。彼のかつては人間だった。お前らはああだこうだと無駄口ばかりだな。死なないと思っていた。次に何が起こるにせよ、まずシャワーを浴びたいんだが。ペック、今日は大変な一日だったでしょう。屈辱的ですらあったはず。だけど少なくともあの怪物とモディも倒した。守衛所に集まって、あなたたちが興味を持ちそうな提案がある。マキシスを連れ戻す計画が何である？実現可能だな。もちろん、ヤヌス計画の機密ファイルを全て集めてある。局長のみ閲覧可能。リヒトーフェンは異物に執着していた。名称はセンチネルの神器。彼はそれに原子物質を操作する能力があると信じている。名称はプリマ・マテリア。冗談じゃない。その名前は中世の錬金術に由来する。
そんなザレ事を信じろと、私は科学者なんだぞ。シュトラウス、リヒトフェン局長も科学者よ。神器が存在する可能性があるのはアバロン公国のどこか。局長は犯罪組織を雇った。フレンチシンジケートに捜索させるため、彼らはガブリエル・クラフトという男を尋問している。あなたたちの元同僚セルゲイ・ラメノフ、今はシンジケートに雇われてクラフトを誘拐した。命令したのはボスのフランコ。乗った。復讐を楽しみたまえ、お嬢さん。私は迷信を追いかけるつもりはない。私たちは不可能なことさえ目にしてきた。リフトーフェンもバカじゃない。彼とサムが神器で彼女を取り戻せると信じているのなら、やる価値はある。彼女は決して私たちを見捨てなかったわ。その通りだ。センチネルとやらが本物かどうか確かめてみよう。賛成だ。だがリフトーフェンの野郎の行方がまだわからないままだ。足取りは不明。神器を集めにアバロンに向かった可能性あり。それなら彼より先に見つけましょう。おい、ヘリの準備はできてるが、嵐がひどくなってきた。すぐに出発だ。